合格サプリ編集部の早稲田大学文学部2年カナダです。早稲田大学商学部2年の大宮です。志望校と併願校の両方で安定した成績を得られている人っていうのはこの時期まだあんまり多くはいないのではないでしょうか。今回の動画では併願校の考え方や G マーチ落ちてしまっている人でも早慶に受かる可能性はあるのかというところを深掘りしていきたいと思います。この動画を見て併願校の決め方についてやマーチ落ちて早慶受かる人いるのという疑問がね解決できればと思います。それでは早速志望校やあと併願校どこを受けたのか教えてもらってもいいですか。私は早稲田大学商学部に合格して、明治大学のセンター利用入試と全学部統一試験に不合格になりました。早稲田に落ちて明治に受かったっていうことはちょっとちょくちょく聞くんですけれども、明治落ちで早稲田に受かるっていうのは結構珍しくないですか。そうですよね。私も結構自分がその人になると思ってなかったので結構びっくりしたんですけど、後から結構周りの人の話を聞くと、全部 G マーチが落ちて早慶に受かったって方は聞かないんですけど、 1,2 個 G マーチ落としちゃったけど早慶に受かったよって子は結構周りにいましたね。なんか順調にマーチも全部受かって早慶も受かってって人は結構少ないですよね。そうですよね。はい。それでは模試の結果っていうのは高校生の時どんな感じでしたか。私は早稲田慶応は一回も E 判定以外のものを取ったことがなくて、で G マーチもたまに C が出るぐらいで、結構 D 判定とか E 判定を大量に出してましたね。私も同じ早稲田なんですけれども、ほとんど全部 E 判定で 1,2 回 D 判定があったかなっていうぐらいですね。安全圏の受験校も増やそうっていう考え方になっていく人が多いと思うんですけど、大宮さんはどうしてでしたか。私の学校はちょっと複雑なんですけど、大学が付属であって、大学に行く資格を持ったまま外部も受験できるっていう便利な制度があったんですね。なので結構その大学も悪い大学ではなかったので、逆に受けるところを減らした方が一番勉強できる時間が増えるので、より合格に近づけるように努力を多めにしたって感じですね。すごく心の安定にもつながるし、お得な制度ですね。そうなんです大学が付属ではない私にはすごく羨ましいなと感じました受験直前ではどのくらい受かるっていう実感がありましたか。結構不安でした。ずっとやっぱり E 判定とかばっかりだと不安になってきちゃいますよね。実際過去問を解いてみてどうでしたか。私はセンター試験もあったので、あんまり私立にばっかり時間を割くっていうことがなくて、実際に併願校の過去問を解いたのはセンター試験が終わってからって感じだったんですけど、これは本当に見てる皆さんは絶対勘違いしないでほしいんですけど、私 G マーチの過去問は早慶の過去問より簡単だっていう偏見をすごい持ってたんですね。 なのでなんか早慶を受ける前に G マーチの過去問を解いておけば、まあ、ある程度基礎問題が多くて解けるだろうって思ってました。実際解いてみたら、確かに G マーチの過去問はシンプルで基礎的な問題がたくさん出てるっていうのはあったんですけど、それでもやっぱり早慶にはない難しさもちょこちょこあったりして意外と苦戦しました。入試問題にはそれぞれの学校のカラーがあって、一概に偏差値で問題が難しいとか簡単っていうのは言えないですよね。早稲田大学の商学部の過去問は解いてみてどうでしたか。早稲田大学の商学部の過去問は私にとって結構合ってる大学の過去問で、本当に初めてそこで過去問って相性があるんだなって思ったんですけど、私法学部の過去問も解いていて、ここでは何これ意味わからないっていうのも多くて、でも商学部になると、あれなんか解けちゃう、自分どうしたんだろうって思っちゃうほどでっていう風に本当にこう相性ってあるんだなと思いました。私も実は早稲田の商学部を受けて、まあ落ちてるんですけど商学部の過去問解いた時に、まあ、3年分解いて、まあ、もうこれは無理だなと思って、相性がもうとにかく悪かったですね。やっぱりここは本当に人に寄ってくるっていう感じですね。ズバリ E 判定ばかりだった大宮さんなんですけど、早稲田大学商学部に合格できた要因っていうのは何だと思いますか。私はセンター試験であんまりいい点数を取れなくて、すごい自分で失敗しちゃったなって思うところがあって、そこからの勉強が合格につながったんだと個人的に思ってます。どのくらい結構たくさん勉強した感じですか。私は学校が結構遠かったので、家の近くに塾があって、そこの塾に一番最初に朝行って最後に出るっていうことを目標にして自習室に通ってました。センター試験をやっぱ失敗しちゃうとかなり精神的に辛くなっちゃいますよね。私は結構メンタルがすごい弱い方で、採点する時に学校に行って採点するんですけど、その後も先生にすぐにどうしたらいいですかっていう相談をしに行ったほどでした。
なるほど。と先ほど自習室に行っていたということなんですけれども、だんだん受験が本番に近づいてきて、自習室の人数っていうのは減っていっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、どうでしたか？そうなんですよね。やっぱりその時インフルエンザもあってみんなあんまり自習室に来なくなるんです。だからなんかいつも満室だった自習室がだんだんこう学生服で逆に埋まっていって、あ、もう下の子が受験の勉強を始める時期なんだなと思って。年下の子たちが自習室にたくさん現れてるってことですね。そうなんです。やっぱりそれを見てちょっと辛くなりますか？あ、もうちょっとあの時本当に勉強してればなってすごい思ってました。後悔しちゃいますよね、うん。この時期に勉強するのって結構集中力も大変になってくると思うんですけど、何を意識していましたか？そうですね、やっぱもうすぐ受験のことを考えるとメンタルが弱くなってしまうので、逆にもう勉強することで自分を保ってもうマインドコントロールをひたすらしていきました。そうやって自分に勉強頑張ってる自分偉いぞって言い聞かせてる感じですね。そうです。そこで諦めないで頑張れるっていうところが本当にすごいなと思います。逆に明治大学に不合格だったということなんですけど、それの原因は何だと思いますか？やっぱりまあ一番は実力不足っていうこともあるんですけど、学部の入試方式をちゃんと調べておけばよかったかなって思ったことは一つあります。そう、明治大学は全学部試験で受けたんですよね。はい、全学部試験で受けました。全学部入試っていうのはなかなかおすすめできない感じですか？そうですね、やっぱ全学部入試は一般入試と違ってかなり優しい問題っていうか基礎的な問題が多く出てるんですけど、その代わり合格する人数がすごい少ないので倍率は相対的に高くなってしまって、基礎をいかに固めてるかっていうのがやっぱり合格不合格の原因になってしまうので、明治大学を第一志望にしている人が一般試験と併用して全学部統一試験を受けるので、全学部統一試験は結構争いが激しい受験方式になってると思います。全学部統一試験というのはその大学を受ける人全員が同じ問題を解くので、その学部ごとの癖が出にくいといういいところもありますよね。私は文学部で選択肢の問題が多いところを第一志望にしていたのですが、そういうところを第一志望にしている人とは非常に相性のいい試験方式だと思うので、自分の第一志望だったり基礎の部分が得意なのかとか特性に合わせてうまく利用することが大事ですね。そうですね。最後に自分のレベルよりも高いところを目指している受験生多いと思います。そういう方々にメッセージをお願いします。やっぱりメンタルがどんなに弱い人でも絶対に諦めないって意思をどこかで必ず持っておくことが重要だと思います。やっぱり判定が悪いと周りの人からはあんまり期待をされないので、結局もう自分で頑張るっていう意思を持っていかないと受験に臨むのが結構難しくなってしまって、結局志望校を下げてしまったりという人も多いので、自分だけは諦めないって意思を持つことが重要だと思ってます。もう自分をとにかく信じて諦めないで突き進むということがポイントですね。そうです。本日は G マーチに落ちてしまっても早慶に受かる可能性はあるということと、併願校の考え方はこうやるのがいいんだよということをお伝えしていきました。この動画が参考になったという方は高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。